木星サイズの自由浮遊惑星のコンセプトアート自由浮遊惑星あるいは浮遊惑星とは惑星程度の質量であるがそれらが形成された惑星系から弾き出され恒星や褐色外星あるいはその他の天体に重力的に束縛されておらず銀河を直接光点している天体のことである2004年には s o リ7 0や じゃ11913から773,444など、そのような天体の候補がいくつか発見された。2011年までに、名古屋大学、大阪大学などの研究チームが、マイクロレンズ法を用いていった観測によると、銀河系全体の構成の数の2倍は存在すると、見られ、数千億個になると予想されている。惑星質量天体のいくつかは、 構成と同じくガス雲の重力崩壊により形成されたものと考えられており、そのような天体に対して国際天文学連合は純化色愛星と呼ぶことを提案していた。この種の惑星質量天体についてプラネターという名称も提案されていたが、天文学、惑星科学一般に広く受け入れられてはいない。1998年、デビッド・スティーブンソンは 冷たい恒星間空間を漂う惑星質量天体は放射熱によって薄い大気を凍らせずに持ちうるということを理論化した。それによれば圧力に誘発された遠赤外線放射が水素を含む大気によって透過できず大気が保存されているとした。惑星系の形成過程においていくつかの小さな原子惑星が系から弾き出されることはあると考えられている。 親星から離れるにつれて、紫外線は弱まり、惑星の大気中の大部分を占める水素やヘリウムは、地球程度の大きさの天体の重力によっても、容易に閉じ込められる。センバールの気圧の水素大気を持つ、地球質量程度の天体では、断熱過程の気体の対流が発生し、核に残る放射性同位体の崩壊による地熱が地表を、 水の有点以上に温めることが計算で示された。このようなことから、恒星間の惑星で液体の水の海を持ったものが存在することが示唆されている。さらにこれらの惑星は長い間活発な地質活動を持ち、生命の誕生に必要な磁気圏や海底火山を持つものも存在すると考えられている。しかし、そのような天体の熱放射は極めて弱く、発見は 難しいとされる。惑星が恒星から弾き出されるシミュレーションの研究により、ガ質量程度の衛星を持った地球質量程度の惑星の約5%は恒星から離れた後も衛星を持ち続けることが示唆された。大きな衛星は大きな潮汐加熱の源となりうる。現在では、褐色矮星に m 千二百七の周囲を公転するに m 千二百七ビット等、 周囲にゴミのディスクを持つ多くの太陽系外惑星が発見されている。もし恒星間の大きな天体のいくつかが潤化色外星であるとすると、このゴミのディスクは原子惑星ということになる。これらの天体を惑星であるとすると、ゴミのディスクは衛星ということになる。ありがとうございます。